ああ、綺麗。魚は見えないね。今日はここのちょっと太い本流に来ました。まあ今日単独なんで、まああんまり山の中には入れないんで、まあ結構ここは多分アマゴがメインになると思うんですけど、まあ結構大きい川なんで、結構いいアマゴが出るという、まあ噂は聞いてたんで、ちょっと初めて来てみたんですけど、すごい有名な河川なんで、まあ多分週末人は入ってると思いますけど、まあちょっと一回やってみます。楽々入径。ああ、綺麗。綺麗綺麗。小さいね。うん、ないね。めちゃめちゃ足跡だらけ。ちょっと綺麗なアマゴを釣りたいなと思うんですけど。ああ、小さい。14度。水温は高いですね。よし。小さいのはおるな。あ、まあまあ。お、まあまあ。イワナかな。うわ、イワナっぽいな。おー、来た。あー、取れた。イワナっぽいな。オールちゃん。まあまあだった。しまった。背におるね、やっぱり。しまった。しまった。なんだ山。まあ、まあでも魚はおるな。ほうほう。なんか二階バラシュでな、変えようかな。めちゃめちゃちっちゃいけど綺麗だね。
めちゃめちゃちっちゃいけど綺麗だね。おー、びっくりした。何今の。何あれ、モグラ？モグラか。モグラが泳いでる。どこ行った？まあ、こういうとこででかいのが出たら面白いけどな。うわ、おる。まあまあのやつおった。目の錯覚かや。あら、来たね。あ、うわ、デラでっかいのおる。あ、でっかいの泳いでますね。めちゃめちゃでかくない？あれ。ちょっと、多分釣れない。いやー、いけるか、別に。投げるだけ投げたい。あー、泳いでるわ。ここに多分あれだったら映る。大きいな、あれ。よいしょ。あー、おる。うわ、泳いでった、向こうに。いやー、難しいね。よいしょ。うーわ、うーわ、めっちゃおる。うわ、でけでけ。うわ、でけえわ。うわ、すぐそばに俺で動けんな。いやー、食わせきれんかった。魚はめちゃめちゃおるな、ここ。でも、まあやっぱり擦れてるんでしょうね。食い切らないですね。うん、いやー、本流って難しいな、やっぱり。うわ、まあまあ、うわ、あいつ食わんだろうな。うん、釣れとんね。アマゴって難しいよな。いや、厳しいね。魚はすっごいいますけどね、そこそこのサイズも。まあ、釣れてるのか全然。追っては来ますけど、食ってこないですね。あー、難しい。難しいわ。そこ投げたいから。よいしょ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 。こんなん絶対おるもんね。あー、なんで食わん、あいつ。あいつ、
すごい。すごいね。おう。むずい。むずいわ。あかんわ。くそ。魚はいるんですけどね、やっぱりアマゴメインで、ちょっと僕アマゴあんまり得意じゃないですね。ちょっとあんまり釣れる気がしないんで、ちょっと。イワナがいる川に行きます。もうアマゴは諦めてイワナの谷に行きました。だいぶ、まあ、細い谷ですけど結構魚はいると思うんで、まあ、こことあともう一本違う谷に入れればここを入って、まあ、ちょっと何本かしっかり釣って帰ろうと思います。ちょっと細いんで多分クモの巣まみれかもしれないですけど。あー暗い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 。あーおるな、逃げてった。魚はいます。あークモの巣。まあまあ、おお、ありがとう。まあ、きれあー綺麗。はい、ありがとう。おーる、おーはは、いいありがとう。ちょちょちょ、外す外す。はいはい。おお、うん、これアマゴだな。あー綺麗。はい、さよなら。まあ、ここはフローティングだわな、そう考えたら。おお、一発。あーごめんごめん、めちゃめちゃ鮮やか。ありがとう。お、ちょっと違う谷に
行ってきます。この辺の細い支流は魚は多いんで、まあ結構楽しめます。大きいのはちょっと釣れないですけどね。魚が、まあ、午前中ほとんど釣れなかったんで、やっぱ釣れないと楽しくないですね。よいしょ。本日 4カ所目。おー、びっくりした。マジでびっくりした。もうやめて。わお、はいはい、外す外す、はい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 、待てよ、はいはい、ありがとう。なぜ、いいいい、とりあえず、まあ、でけえや通る。あー、気づかれたかや。うわ、こん下手くそ。あー、もったいない。いやー、ここで一匹釣りたい。遠目からオーケー。あう、ありがとう。おほ。さあ、もうラストチャンスか。絶対おるもんな。ちょっと不完全燃焼だ。いやー、おるかな。まあ戻るかな。いやー、厳しいな。通りまーす、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 通りまーす。うーわ、蜂の巣、うーわ、蜂の巣、蜂の巣、取りまーす。